急いでいる情報をキャッチしました。今回、この F-35 戦闘機大幅増へとつながった、とある計画を詳しく見ていきますね。中国の戦闘機、機体数も大幅増に伴い、数の部分でも補強が必要となっています。でも、空自のドッグファイトは、海外でも有名なくらいしいですよ。最新鋭戦闘機となると、まだまだかな。2021年8月末に防衛省が発表した2022年度の防衛予算の概算要求は約5兆4797億円。これは、対 GDR 比でも 0.97% に相当し、このまま進めば2021年度予算を超え、過去最高の金額となることが予想される。そうした中で、この2022年度概算要求の中で目につく内容としては、航空自衛隊が目下調達を進めている F-35 ライトニング2について、当初計画よりも遅延していることを鑑みて、2021年度予算よりも増加させている点だろう。2018年に閣議決定されている F-35 ライトニング2の合計での調達数は、通常滑走路で運用する空軍仕様の A 型が102機、短距離離陸、垂直着陸が可能で航空母艦化された、いずも、加賀、向けの B 型が42機である。これに対し、2021年度までの予算で、調達が確定していたのは、A 型が13機、B 型が8機と少なく、今回の2022年度予算の概算要求では、A、B 両型を、合計で12機、金額にして約1300億円をかけて、そのペースの向上を図るようだ。2022年度予算の概算要求の内訳では、A 型を8機で約779億円、B 型を4機で約521億円で調達する予定とみられ、この単年度での単純な平均単価は、A 型が約97億円、B 型が約130億円に相当するものと推定される。現時点の2021年9月では、航空自衛隊において F-35 ライトニング2を実際に運用しているのは、青森県の三沢基地の2飛行隊のみで、機体もちろん A 型だが、次の配備先には、石川県の小松基地が候補地として挙げられている。現在、小松基地は、日本海側に存在する唯一の航空自衛隊の基地であり、配備されている2つの飛行隊ともに F-15 自衛、イーグルを機体として使用中だが、このうちで近代化改修の対象とならない同機が F-35 ライトニング 2A 型に置き換えられるとみられる。小松基地への F-35 ライトニング 2A 型の配備をめぐっては、その発表後には、お約束のように反対の声も一部で上がっていたが、小松市自体が国からの要請を受け入れて同機の配備を容認する意向とされ、まずは順調と言えるだろう。こうした新型の航空機の配備先に名前が挙げられた場合、多くの事例ではその騒音や安全性を問う形で反対派がネガティブキャンペーンを行う様子が見て取れるが、かつてのこうした運動ほどの盛り上がりがないことは幸いだ。公的には、対象の自治体は、騒音の測定等を行い、今回の例で言えば、すでに、小松基地に配備済みの F-15 自衛、イーグルと大差がないことを数値的に示すと同時に、防衛省や国への安全管理義務の履行を申し入れる手順を踏み、実行に移している。F-35 ライトニング 2A 型の場合は、すでに、青森県の三沢基地という、導入の前例もあり、今回の小松基地でも、スムーズに、この手順が進められているが、新型の機体の B 型の場合、まだまだ、反対派の抵抗も予期される。そのため、F-35 ライトニング 2B 型の初の配備先として名前が挙、
得られている宮崎県のニュータバル基地などでは、今後もこうした勢力への対応が必要となり、行政や防衛省の関係者各位の心労には同情の念を禁じ得ない。また現在は自衛隊基地が設置されていない鹿児島県の馬毛島では、これ以上の説明と手順の遵守が必要となると思われ、行政区となる西之表市長には、政治的に馬毛島の基地利用に反対する人物が選挙で当選している点も気がかりだ。こうした軍用機の配備をめぐる反対派の活動は、近年では在日アメリカ軍が配備を進めた V-22、オスプレイへのものが記憶に新しいと感じるが、事故率の高い欠陥機を日本に持ち込むなという事実に反する主張であった。客観的に見た場合、ノブ E20 にオスプレイという機体の事故率は、アメリカ軍の機体の中の統計上でも平均以下にもかかわらず、極めて悪質な印象操作を行い、欠陥機を無理やりに日本で運用しようとしているかのごとく言い立てられていた。F-35 ライトニング2についても、マスコミに登場するような人物ですら、極めて左派的な思想の者たちからは、前安倍首相が前トランプ大統領の政治的な圧力の前に無理やり大量に購入させられたとの論調を今も言い募っている。当たり前のことだが、軍隊である以上、個人の人命の尊重はその組織の最大の目的ではないだろうが、効果的効率的に軍事作戦を遂行するにあたっては、それを阻害する欠陥機を意図的に採用、調達することなど論外である。こうした何とも低レベルな、お粗末な主張を展開する論者を、未だに番組に出演させているテレビ局の現状には辟易するが、制作側、視聴者側ともに、これらを歓迎する一定層が存在していることそものもが、最大の問題だろう。さて、現在の日本の航空自衛隊が、F-35 ライトニング2の調達を急ぐ理由は、まさに、すでに、数の上では、日本をはるかにしのぐ、戦闘機を保有している、中国軍に対処する、必然性が高まっているからに他ならない。様々な統計はあるが、2021年時点での戦闘機に限定した、国別の保有数を単純比較すれば、1位のアメリカが約2700機、2位の中国が、約1600機、3位のロシアが約1500機に対し、日本は約270機ほどしかないのが実情だ。無論、中国の1600機すべてが日本に向けられたものではない上、その主力は第4世代戦闘機である GA-11 型が中心であり、これはロシアのスホ E-27 をベースとしており、アメリカの F-35 イーグルに相当するとめされている。中国が国産の第5戦闘機として盛んに喧伝している J20 は、まだ数の上では50機程度が配備されたに過ぎず、国産の新型エンジンの生産遅延もあり、本格的な脅威というほどの戦力化がなされていないことは幸いだろう。こうした第4世代相当とはいえ、圧倒的な数的優位を誇る中国の戦闘機群に対し、日本が取り得る対抗策は、数ではなく、質的優位の確立しか手段がないといえ、現実に入手可能な戦闘機は F-35 ライトニングにしか存在していない。現在、日本では F-2 戦闘機を代替する、いわゆる第6世代となる次期戦闘機開発計画を始動しているが、これが開発されて配備されるのは、早くとも2035年前後である上、これは、対艦攻撃を主任務とするもので、聖空戦闘機は、別途必須となる。その聖空戦闘機としては、少なくとも、今後しばらくの間は、近代化改修を行う、
F-15G イーグルと最新鋭機の F-35 ライトニングに。似た夜しか方策がない状態であり、これを代替する有効な手段は見つけられていない。F-35 ライトニング2の開発国たるアメリカでは、そのイジコス。とについても、厳しい要求が行われており、製造元のロッキード・マーチン社の対応にも注目が集まっているが、その実現に期待するしか今はないだろう。幸いなことに、近年は実際の武力衝突、特に戦闘機同士の実際の戦闘が生起する可能性は極めて低いが、万が一に備えた戦力を保有しておくのと、それがないのとでは、政治的な国際関係にも影響が及ぶことを忘れてはならない。核兵器は、無論のこと、長距離攻撃が可能な兵器すら保有していない日本は、せめて、通常兵器の質では、中国に劣るような事態は回避しなければ、今後は、尖閣諸島どころではなく沖縄にまでも、危機に瀕する可能性もあるだろう。